伴え、大納言絵巻に描かれた、混迷池障子絵巻なので、広尾差しの幅は短く描かれているが通常死で十尺前後である。混迷池障子とは、大理聖寮殿にあったついたて障子のこと。ただし、混迷池は、本来、米池と読むのが正しいという。混迷池障子は、聖寮殿東側の広尾差しに置いていた、ついたて障子で、その位置は二軒と、 上五極の境の前に、障子の面を南北に向けて建てていたが、里大理によっては、清涼殿とされた建物に上をつぼねがない場合があったので、その時は荒海障子のそばに2尺ほど離しておいたという。昆明池とは、中国全漢の時代、武帝が水軍訓練のため長安の西に作った、周囲40里の人工の池のことで、伴え、 大納言絵巻にはこの障子が描かれており、当時の図用のおおよそが知られる。高さ六尺、横九尺、かまちの土台足ともに黒漆、縁から二色、金物は混同である。表面には混迷池の図、地面には佐賀の小高刈りの図が描かれるが、それぞれの図中にはさらに色紙形を設け、混迷池の図には感情の一節を記し、小高刈りの図には、 佐賀の野や花の畜草の色とりに心を移す秋の狩人という和歌が記される。古今著文集によれば佐賀の小高刈りの図は、大井川のあたりに住んで高刈りを好んだ、卑劣な少々のことを描いたものかという、ありがとうございます。